どうも、Mコレクションです。今日はですね、久々のルームツアーをやっていきたいと思います。この家に来て約1年が経ちました。これ玄関ですね。1月のディスプレイなんですけど、最初はお正月飾りやってましたけど、もう正月過ぎたのでシンプルにしています。でこれ最近買ったベースなんですけど、置く場所がないのでここに置いちゃってます。その横のベースもそうですね、置く場所がないので今ここに置いちゃってます。じゃあやっていきましょう。はい、これは出かける用のカバンとパジャマですね。下にマフラーがあります。リアリティ満載でお送りしますね。クローゼットはこんな感じですね、はいはい。じゃあまず部屋の中行きましょうか。まずこのちっちゃい出窓ですね。こんな感じメガネと髪を束ねるやつを置いています。そしてグリちゃんがいます。グリちゃんの下に置いてあるのが三月っていう壁紙とか床の紙、床材とかカーテンを販売している会社があるんですけど、そこでもらってきたサンプルですね。はい、三月のセミナーに参加した際にもらったサンプルです。ここ行きましょうか。アロマディフューザーを始めてアロマオイルが増えてきました。で最初この無印で2つ買ってて、あと6つはですね、アマゾンでお試しセットみたいな感じで6つで1000円だったんですよ。すごい値打ちですよね。これはなごみアロマアマゾンで検索したら出てくると思います。1個個性的なやつがあるんですけど、基本的にはなんか誰でも好きそうな香りが入っています。全体薄そうかな。これ入ってからの、こんな感じですね。はい、ここですね。この辺はこれはお姉ちゃんにもらったユニバーサルスタジオのお土産ですね。これもかチョコとクッキー、クッキーとチョコ、クッキーとチョコですね。これもお姉ちゃんにもらいました。これお菓子ボックスですね。これがアロマディフューザーです。割と使ってます。寝る前に一杯水を入れて好きなアロマ入れてスイッチやって寝てます。3時間ぐらいでこれ消えますし、ちょっと水の音が聞こえるんですよね。そうそう、で寝てる時に水の音が心地いいので気に入ってます。香りをいろいろ変えられるのもすごいいいなと思いましたね。はい、でギターがあって完成照明というか照明があります。ベッドですね。ベッド、羽毛布団を買いました。どこで買ったかというとニトリで買いました。最初無印と迷ってたんですよ。無印だとセミダブルで4万円ぐらいです。ニトリだとセミダブルで3万円ぐらい。この毛布は無印で買ってます。でもちょっと映像だとなかなか黒っぽく黒ずんで見えますけど、普通に白いですね。これはもう少しで3年になるので来年ぐらいはもう買い替えようと思います。はい、そしてソファーです。ソファーは大塚家具のソファーです。まあ掃除したふわふわにしたばっかりなんでモコモコしてますけども、何回か座るとこのフェザーのクッションがシューって縮まります。
クッションがあって、これですね、これ買ったんですよ最近。なんかエアコンがあるんですけど、エアコンだけだと温まりが足りないんですよね。なので足元を温めるためにこれを買いました。これは、ま、おすすめです。あとはこの辺ですね。 iPad を誕生日にもらいましたのでめちゃくちゃ使ってます。パソコン買おうか iPad 買おうか迷ってる人で、特に用途が決まってない人は iPad をおすすめします。これは英語勉強ノートですね。これはエルデコです。このねワークプレイス考察っていうのが興味あって買いましたです。全部一言一句読んでるので時間かかってます。でこれ英語の勉強の教科書ですね。イングリッシュグラマーなのでグラマーに関する本です。はい、あーちょっと時間切れだ。今から美容院行かないと。普通かささっとやりますね。これホットサンド今作り中です。そしてここが洗面スペースとお風呂ですね。今お風呂洗濯物干してあるんでやめときます。でトイレも最後に、トイレはこんな感じです。ちょっとお正月っぽいからどうかなっていう花がありますね。はい、じゃあ今日はこのとこでバイバーイ。